クラウゼヴィッツの名言その1、戦争とは政治の手段である。19世紀プロイセンの軍人クラウゼヴィッツは著書戦争論の中で、戦争は他の手段をもって行う政策の一部、つまり戦争行為は政治目的を達成するための手段である。他の手段、つまり暴力を用いて自分の意思を相手に強制するが、勝敗は偶然に左右されるとしています。現在とは戦争の様相がかなり異なるとはいえ、当時との共通項もたくさんあります。200年近く世界のリーダーに読み継がれる名著を、あなたもぜひ読んでみてはいかがでしょうか。